こんにちは、大洲市議会議員の中野博史です。今日は1月19日です。ここ数日、愛媛県内でもオミクロン株を中心に新たな陽性者が急拡大をしております。今回は大洲市におきます無料検査の状況についてお伝えをします。それでは大洲市内の無料検査についてお伝えします。期間は令和4年1月5日から1月末までとなっております。まず抗原定性検査を行っているのが、先日ご案内をした西原耳鼻咽喉科となっております。また PCR 検査を行えるのが株式会社陽光港町衛生検査センターでありまして、こちらの大洲出張所が大洲市防災センターに設置されることになっております。若宮1869番の1番地です。こちらは1月20日からとなっております。今回ご案内いたしました2カ所の無料検査ですが、いずれも事前の電話予約をお願いいたします。このチャンネルにリンク貼っておりますので、ぜひ参照してください。まだ引き続き感染拡大防止にご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。また新たな情報が入りましたら、この YouTube チャンネルでも随時情報を出してまいりますので、どうかチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。